皆様、保津峡まではあと10分の走行時間でございます。先ほどは鹿の騒動でお騒がせをいたしました。この山には漁師が罠をたくさん仕掛けており、その結果足のない鹿や腕のない猿がたくさん発見されるそうでございます。それに加え、この山にはたくさんの漁師がおりますが、この自殺の名所で知られる保津峡の亡くなられた人の多くを発見するのは、この山の漁師の人だそうでございます。保津峡は吊り橋に橋がかかっております。そこから川島の方に渡る頃には衣服はすべて剥ぎ取られ、無残な姿で発見されるそうでございます。どうぞ皆様、先ほど階段を引いていただきます。保津峡では、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 お気持ちを新たに、お気持ちを新たに、先祖様へのご供養の気持ちをお捧げくださいますよう、よろしくお願い申し上げます。進行方向、右側、トンネルを越えられて右側の山の手にお地蔵様がお座りでいらっしゃいます。どうぞ皆様、必ずお手を合わせてお過ぎくださいますようお願い申し上げます。